ばんは。こんばんは。なんかエプロンか。今日は料理配信をします。イエーイ。そう、でもまずはね、風地法、なんとふーちゃんが昨日復帰を発表しました。イエーイ、嬉しい。とても嬉しいです。これからもね、すごいめっちゃ嬉しいし、いっぱい頑張ります。イエーイ。よろしくお願いします。もう本当に本当にすごくすごく嬉しいです。なんか昨日とは知らなかったからびっくりして、めっちゃ嬉しかった。ということで、じゃあちょっと準備万端です。準備万端ですので始めていきたいと思います。ちょっとテロップしよう。じゃん、オムライス作り。イエイ。今日はオムライスを作っています。そう、なんか卵料理を作りたいと思ってて、そう、それでこの前っていうかもう1年ぐらい前なんだけど、卵焼きを作りまして、そう、なので次はやっぱオムライスかなと思って、オムライスです。そう、でも本当に卵焼きしか作ったことないので、本当に優しい眼差しで見ていてください。そう、本当に優しい眼差しで見ていてください。じゃあ手を洗います。よし、まずはあれを作ります。あれです。チキンご飯の方を作ります。ちょっとね、移動させます、こっちに。じゃーん、イエイ、ついちゃう。まずこの玉ねぎを切ります。切ります、玉ねぎを。なんか自分も見えんし、玉ねぎも見えんくなっちゃった。料理配信さ、本当にやらないからさ、慣れてないからさ、マジでさ、こうやるんだよね。キッタはこちらになります。それやりたい。あ、後ろもこうやるんだ。
え、これさ、玉ねぎが見えるのとさ、蝶が見えるのどっちがいい？あ、これは門脇ですね。分かった。じゃあこれは玉ねぎにしましょう。私強いかも、涙に。むけん、全然。よきよき。あと一皮。まな板、あ、サラダ、そう、うん、どれにしようかな。これなんか汚れたからちょっと水で流そう。すごく本当に料理をしないので、本当に手際が悪いと思うし、料理配信も全然しないので、料理配信の手際もないんですけど、多めに見てくださいね。そう、念押しなきゃね。じゃあこれを、まずはこれをみじん切りにします。はい、まずよし、じゃあ切ります。よし、あ、でもうまいかもね。え、見てますか？で、みじん切りってこの切り方？いや、そういう切り方じゃない気がしてきた。あ、みじん切りってさ、こう切らんよね、多分。違う、教わったことある、お母さんに。違う、みじん切りはこれじゃない。これでもきっとみじん切りにはなるけど、みじん狩りは、みじん狩りじゃないわ、なんか怖かった。みじん切りはそう、下まで切っちゃダメなやつだ。なんか横も、え、まずどっち、まず横、立って、まず横に行くわ。切れちゃった。石田千穂人生初のみじん切りです、皆さん。マジで手切れそうで怖い。ああ、え、そしたら横に切ったから次は縦、横、投げ出したい気分になっちゃった。うん。そう、次は横。蝶から見て横はどっち？こっちか。こっちか。やばい。
ない。なんか自分でもちょっと違うかもって思った。でもいっか、もうこうしよう、こうしよう、こうするわ。怖い、マジで怖い、これ怖い、マジで。あ、オーマイガー、もう諦めた。え、一人分だからさ、これ半分でいいよね、玉ねぎ。半分でも多いぐらいだよね。じゃあこれはここ、よし、じゃあこれを、私の料理配信に何か期待してる人は、違う期待をしている人は期待しない方がいい。私は料理普段しないけど常識はあるタイプだから、そんなミスはしないです。起きちゃうみたいな。そう、そうだよ。久々の顔面、涙に強いかもしれん。シャッシャッシャッ。謎のテンションや。しますか。私は絶対大人になっても料理あんまりできなさそうだから、料理できる人がいいな。怖いよね、めっちゃ。うん。ということで玉ねぎを切り終わりました。そしたら次は、肉、なんか今日は肉を触るのがめっちゃ LINE 来てる。誰だろう、まあいっか。今日は肉をめっちゃ触るのが嫌いなんですよ。今日は肉を触るのが嫌いなんですけど、これは鶏肉です。でも切れてるやつをお母さんが買ってきてくれたんですよ、多分。ほら、おお、切れてるやつ。なんかちょっと緊張せん、お肉触るのって。そう、本当に普段料理しない人からしたら本当になんかこう手がこうなる。箸、なんかこの箸がいい。
私だけの可愛い箸代表、色鉛筆みたいな箸です。これはすごいいい感じの小ささに切られているので、そうでもなかったかも。もうちょっと切らなきゃ、一人分だから。超そんなに肉を求めてないので、そのなんちゃらライスにこれぐらいでいいや。なんかね、肉って切れんよね本当に。超さ、 STU のなんかの番組で肉を切るってなった時も全然切れんかったよね。てかあんまり触れん系かな。今すごい真剣。休憩。よし。ということで肉と玉ねぎの準備ができたので、次は炒めます。炒めるのは井戸こっち。こっちだったら顔も人も見えやすいね。一休みしよう。確かに見て、チョウがいつも飲んでる炭酸。超シンプル具材。え、わかんない、なんかレシピで一番上に出てきたやつレシピで一番上に出てきたやつだからわかんない。でもオーソドックスなやつだと思う。え、玉ねぎと肉以外にも入れるの、みんな。何入れる？え、野菜何入れるの？人参とか。あ、人参あんま好きじゃない。ピーマン、ピーマンもあんま好きじゃない文句ったり。ということで、じゃあ今火をつけました。中火で、このオリーブオイルました。コーンは好き。オリーブオイルもうちょっと上から入れたらよかったね。はい、オリーブオイルを今混ぜてます。じゃあまずは玉ねぎを入れます。え、玉ねぎ絶対多い気がする、待って。でもいっか、かさ増しみたいな感じで。じゃあ玉ねぎを、え、多いと思う？もう少しオイルを、もう少しオイルを。よし、行く。あれ、全然思ってたのと違う。なんかもっとジュージュー言うと思ってたのに。あ、これ洗剤。
か全然見えてない気がする。見えてる？あ、見えてるね。あ、しゃもじの方がいい。確かに。これはこれでやろう。すごい玉ねぎの香ばしい香りが。あ、しゃもじじゃないや、ヘラ。よい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 具合。え、火が強い？順調です。そしたら次は肉を入れます。はい。普通に美味しそう。グッドグッド。あ、そうですね、塩コショウをします。え、なんかもうこれだけでいいかも。なんか野菜炒めみたいな。ずっと混ぜなきゃいけないのかな。負けないで、もう少し、最後まで走り続けて、どんな良い良い。これさ、玉ねぎってさ、味見した方がいい。
イエイ。甘い色になったら、もうちょっとになるかも。あ、飴色飴色か。配信しよるよ。今のはパパムです。ご飯あるよ。じゃあご飯を入れます。さっき炊いたやつ。今本気モードです。よし、ケチャップを入れます。すごい前髪引きすぎて前髪がすごくなる。でもう一度塩コショウをちょっと入れます。
切りました。じゃあちょっと味見をしたいと思います。この玉ねぎを溶けてお皿に置きます。重っ。釣りそう、マジでびっくりした。待って、重っ。意外と重いこのやつ。よし、うん、よし。巻かずにかぶせてる。いや、かぶ巻こうと思ってるんですよ今日は。なんとでもちょっと迷ってきた迷ってきた。かぶせるか迷ってきた。これちょっと笑おう。ちょっとだけ、なんか玉ねぎがいっぱいついちゃったけん、あれ痛かった。次は卵です。卵です。いきますじゃーん。2個使います。見えんね。
あ、ちょっと待って、なんかさ、豚肉とかさ、使ってないの収めるわ。でお母さんがね、ちゃんと綺麗にラップしてくれると思うので、こんな感じ。玉ねぎも、次は、よし、次は卵です。イエーイ。ね、料理配信ってすごく大変だね、配置が。いきます。怖い。あ、いい感じ。割れました。イエーイ。これをもうぐさ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 で、チョウが見たレシピでは牛乳をちょっと入れてたので、ちょっと入れます。チョウは卵焼き作る時もちょっと入れる。え、美味しいんよ、ほんまに。なんか器と卵が器に、あ、器もうちょっと大きいやつにすればよかった。溢れそうまでやったら。よし、いい感じ。ご飯にかけて卵ご飯完成。よし、では焼きます。焼いていくよ。ご飯、ん？卵は油が、個人的にはこっちの方がいいし、もうこっちもだってないと見えないよね。そう、しっかり温める。わかった。
強火でいくって言ってた、あの人は、あの人というか見た YouTube で作ってた人は強火でいくって言ってた。え、バター使うの？マジ？これでいいか。え、まずバターを入れる？え、なんかこんなんじゃなくて？いいんだ。あ、じゃあちょっと入れよう。使った方が美味しそうなんだ。えいえいえい。はいはい。うん、これマーガリン。でも似たようなもんでしょ。あ、なんかこれはちょっとダメだよ。え、めっちゃいい匂いする。めっちゃジュージュー言ってる。やばい。あ、めっちゃいい匂いする。あー、おいしそう。なんかポップコーンの匂いがする。じゃあちょっとこっからはもう卵は秒でいけっていうのをその YouTuber に学んだのでえ、もう油入れるよね絶対。なのでちょっとこっからはもう画面見ずにやる。いいよね。え、待って。あ、包むんだ。私はかぶせるんじゃなくて今日は包むんだ。包むって決めたんだ。ちょっと一旦何もついてなくて。よし。それでさっき作ったこのご飯を、これはちょっと丁寧に入れる。どういうこと？え？どういうこと？いやでもいける。私はいける。でこうやってやってた、こうやって。なんかすごいあんまり綺麗
ぱガチで頑張る。よくない？よくない？え、良いよ。ほら。良い良い良い。ちょっとあとは。これは握手会の時に卵焼き作った時に教えてもらったんだけど、なんか型を整えるのにちょっと火をやったらいいんだって、端っことかに。おしまい。皿。はい、本日のお皿はこちらになります。いくよ。あ、やばい。綺麗じゃない？ちょっともうちょっとこっちに連れてきたい。ちょっと今微調整してる。見えにくい。ちょっと待ってね、ここをちょっと綺麗にしますね。一旦使ったものが散乱してるから。よいしょ。よし、できました。じゃーん、じゃーん。え、よくない？イエーイ。これいい。え、私
当はなかったんやけど。これでケチャップで、じゃあちょっとね、なんかアイドルっぽいことしようかな。何にしようかな。何がいいと思う？ハートかな。よし、じゃあ書きます。なんか思ったよりグニョ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 しちゃったけど、ハートです。じゃあスクショタイムしようかな。おう、なんかすごい、ちょっと顔直そう。よし、スクショタイム。じゃーん、むずい。ちょっとオムライスだけ取って。じゃーん、どうでしょうか。よし、次は石だもん。じゃーん、ねえみんな、じゃあちょっとさ、この携帯でさ写真撮りたいからさ、ちょっと一旦待ってて。1分か2分ぐらい1分か2分ぐらい待ってて。じゃあ撮ってきます。待っててね、ごめんね。よし、お待たせしました。それでは食べたいので移動したいと思うんですけど、ちょっともう一回移動、そっか、移動するからもう一回あれだ、もう一回切っちゃう。どっちにしろ一回。じゃあ数分、なんかいつものショールームグッズをここに持ってきたからセットするやつが、一瞬待っててください。もう一回。よいしょ、お待たせしました。よくしょ、いつもの場所にやってきました。安心する、なんか。よくしょ。うんうん。ということで、こちらがレイのものでございます。じゃーん。もう一回ちゃんとスクショタイムしよう。はい、パシャ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 
シャパ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 シャー、よし。あということで食べたいと思います。いただきます。うん、どこから食べようかな。どこでもいい。いただきます。うん、おいしい。うん、うん、おいしい。これはおいしい。おいしいよ。じゃあなんか定番。あああああああ、もう食べれないね。あー、うん、うん、うん、すごい、あんのありがたみが薄れていく時間でしたね。あ、飲み物あっちに置いてきちゃった。取ってきます。お母さんを呼びました。ここ来て。ケチャップがついて、ここら辺食べて。うまくない？うまいよね、うまいよね。イエーイ。はい、どうですか、おいしいね。美味しい。あ、喋った。どのぐらい美味しい。どれぐらい美味しい。そんぐらいだけ。あ、美味しいって。ね、ちょっとケチャップもちょっと取ってきてくれる。大変かと、ケチャップが。うん、ありがとう。以上、ママンヌでした。うん、かけた。なんか中のケチャップご飯みたいなやつがあんまりケチャップじゃなかったので、その分ケチャップをかけました。でもすごい
すごいなんか初心者にしては上出来だと思います。え、おいしい。パパンヌにはさっき残った中のご飯をあげます。うん、おいしい。けど、うん、うん、ご飯食べてなかった。アボカドだけ食べた。とカツオのたたき一切れ。アニンヌは多分いらんっていう。そう、いらんって言いそう。半分食べた。今日はこれでおしまいです。なんかあんまお腹空いてないかも今日。美味しかった。あ、ごちそうさまでした。あと見て、実はこれもあるの。これオムライス。皆さん、そうですね、改めて今日は料理配信をしたんですけれども、七並べ本当にありがとうございました。
どうでしたか石田千穂の料理配信は。何それ棒読み感ある、うん、そう七並べの公約にしてて、あとやってないのがカラオケ配信とあとリコーダー往復配信、リコーダー人何かを吹けるようになって副配信っていうの、うん、なんかすごい自分に可能性を感じました。ちょもういけるかもしれん料理と思ったので、またもしも機会があったらしますね、ご縁があったら。すごいなんかこのこれにこのエプロンだからなんかすごいあれみたいです、調理実習、調理実習もこんな格好してましたね。そうふーちゃんと料理配信したいな、ふーちゃんが地方地にお泊りに来たらします。なんかねふーちゃんすごい自炊を最近ハマってるらしくて、だから一緒に料理配信というかふーちゃんを実況する配信、今日は食べるだっけをしたいと思います。あでも餃子いいね、餃子2人で包みながら語りながら配信みたいな、いいね、もうしますね。今日はとてもとても楽しかったです。ということでじゃあそろそろ壇上のお礼をして、あそうタワー、そうずっとね、そうタワーありがとうございます、どなたでしょうか、探すね、どなただろう、タワーありがとうございます、どなただろう Oh my god。 あ、ちんさんありがとうございます。これはさ、何タワー、クマ、なんかクマがくっついてるね、すごいタワーだ。今お絵かき中です。漢字どうだっけ、うん、今日は8月23日よし。
しんさん、タワーありがとうございます。イエイ。見て、うまいうまい。イエイ、ありがとうございます。ねえ皆さん、本当にですね、今日は来てくださってありがとうございます。ということで、じゃあお礼をしたいと思います。20位あやたかさん、19位マーチンさん、18位おいでます元気さん、17位ドームラスさん、16位白野さん、15位だるまさおとうさん、14位よしまるさん、13位こうちけさん、12位ゆきよさん、11位読めない、地方の名前を後ろに書いてくださっている方ありがとうございます。10位電化会さん、9位よしふさん、8位シェフ石田さん、8位おやすみんとうさん、7位ザッキーさん、ラッキーセブン、6位あきらさん、5位パーくんさん、4位にしきがいさん、3位ジェフンさん、スリースリーツーチンさん、ツー、このくまタワーもありがとうございました。そしてそして第1位は、ふっくんさん、イエーイ、イエイ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 、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとう、ありがとうございます。ねえ皆さんも本当に今日はありがとうございました。皆さん今日で私を嫁にしたくなったのではないでしょうかはい、私は卵料理しか多分作らないんですけど、それでもよかったら、はい、よろしくお願いしますということで、それでは数えたいと思います。3、2、1、バイバイ皆さん。あ、これのスクショタイムしよう、スクショしてください皆さん。オムライス美味しかった。はいということで数えます。3、2、1、あ、あ、待って言うの忘れてた、そうだなんかすごい メールモバアメがなんか不具合でお昼ぐらいから送れなくなっちゃって、それまでに今日送ってなかったからまだ0通なんですよね。さあなかなか終わらない。そうだからすごい今送れるようになってるのかちょっとまだわかんないんだけど、配信してたから。なのでもしまだ治ってなかったら送れないんですけど、治ってたら送れますということで、じゃあ終わります。3、2、1、バイバーイ、ありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ、イエイ、おやすみんとー。